構造的な思考システムの重要性と、それが働く仕組みは分かってきたよ。人によっては、心を訓練するなんて洗脳だとか、独立した思考の放棄につながると抵抗があるかもしれないけど、洗脳されたければカルトに参加すればいいが、自学自習の方法としてのコースにこだわる限り、活用されるのは自らの決断力であって、思考の放棄ではないことに気づくはずだよ。それに、実は、 エゴに洗脳されているのが現状なんで、自分の心を取り戻すまでは、そのままの状態が続く。コースは訓練の必要性について、こう説明しているね。あなたはさまよう心に寛大すぎ、受け身なままで心の間違った想像を許容している。僕はそんなことはしないぞ。いや、冗談。それに、大抵の人は大事なのは、意識的な心で信じていることだと思ってるよね。 実は無意識の心で信じていることが全てを決定しているのにそれにこっちは自分では変えられないんだねもう一つ質問を思い出したいわゆるビッグバンってやつ分離の象徴で宇宙を投影しているあれは宇宙の進行がいずれは逆転して収縮した挙句に崩壊するってことおあいにくさまビッグバンが分離の象徴なのは本当だが 形のレベルでは途方もない代物で計り知れないエネルギーを秘めていることを思い出さなくてはいけない。これが全ての物理的法則を事前に決定していて、全ての細胞や分子の運命も、どう進化し、どんな方向へ発展していくかも決まっている。映画は制作済みだというのは、起こっているように見える全ては、もうその瞬間に設定されていて、他の起こり方はありえないという意味だよ。 異なる次元やシナリオは全て同じ一瞬に起こったビッグバンの中の異なるビッグバンの象徴に過ぎない全てはその瞬間に終了しているが君はこれから目覚めその現実を認識しなくてはならないするとこのレベルで僕たちは自分の運命を自分で紡ぐという幻想のもとで苦しんでいるけど本当は物理的法則は全部その瞬間にすでに発動されているんだね。 僕らがどうにかしようとしても起こったことはすべてその通りに起こらなくてはならないってことその通り体というロボットが見えない力にどう操られるかというメカニズムは事前に決定されている台本の上映の一部でしかないんだよいいかい覚えておきなさいエゴに味方して分離を現実にしようというのは君の決定なんだから これも異なるレベルで君が自ら事前決定に同意した一つの事例で、君は犠牲者じゃない。しかし、今の君にはコースがあるから、すべてに関する自分の心をどう変えればいいかを教えてもらえる。ここで君が目撃しているのは、エゴのレコーディングのようなものだ。違うメロディーを聴きたいのなら、自分で決めればいい。宇宙は別に収縮して崩壊しなくたって終わるよ。 誰もが目覚めささええすれば、夢の宇宙はあっさりと消え失せる。だって無意味な夢に過ぎなかったんだから君たちをはまり込ませておくために台本はどんどんスピードを上げなくてはならないし君たちの注意の持続時間はどんどん短くなっていく君たちが文明を破壊しほんのわずかな記憶から新しい人生を築くようにすべてをまた始めねばならなくなるまでこれが続くだろうね どんどんスピードを上げているってよくわかるよ。確かに全てがそうだもんな。例えば映画やテレビの編集ってここ30年どんどん加速している。もう笑うしかないよ。誰もが注意欠陥障害だと決めてるみたいだ。本物の会話なんかめったにできない。何もかもいいか減に投げ捨てられてしまう。ちゃんと見えるイメージなんてまだるっこしすぎるらしい。そう。 ますますスタイルばかりが重視されて中身がなくなっている君たちの政治と同じようにねエブラハム・リンカーンほら最初の偉大な共和党大統領そして最後の偉大な共和党大統領だ <laughs> おやおや本音が出たなしかし現在だったらリンカーンは当選していないって気づいたかい彼は声がよくなかったし質問に答えるまでに考える時間が必要だった 今の討論でそんなことをしていたら、バカだって思われるよ。抜粋して引用されても平気な、気の利いた原稿通りの回答の代わりに、資料深い答えをしたらどうなるだろう。政治、映画、みんな同じだ。すべてはスタイルとスピード。その結果、人々がますます狂気に調子を合わせていくだけじゃないか。そうなんだよね。こっちが狂っていると、時間は矢のように飛んでいってしまう。 僕はは映画は好きだよただ編集の現状を指摘しただけでそうそう前にマルチシナリオのようなことを言ってたよねあれは全ての映画がもう書かれているっていう考えと矛盾しないのかないやそれがしないんだなそれは君にはいくつかの次元が開かれていて切り替えることができるという事実と関わっているそれでも閉鎖系であることに変わりはないし それが限定され固定されているというのが我々が言っていることの裏付けでもあるエゴの台本は飴とののようなものだ。君に台本の範囲内で自由があると思わせようと測っているが実は君に発見できる本当の自由はその混乱の外にあるんだマルチシナリオのことだけど違う決断をしたらある朝目覚めると自分でも気づかずに違う次元にいるかもしれないってこと そのの次元はこの世界と同じに見えるけどただそこには全体のビッグバンの中のそこなりのビッグバンがあって別の台本が展開しているわけそうそういうこともありえるねもう一度言うがそれも依然として固定されたシステムの中の幻想だってことを忘れちゃいけないエゴの台本は要するに時間時間時間なんだがそれはすでに終わっている精霊の台本は 君の人生のどこにいるように思えても、すべての人々を許すということ、それによって時間は消えるんだよ。エゴの時間と精霊の無時間とを区別する一番良い方法は、真の許しという精霊のレッスンは、時を不要にすることで時を解体すると覚えていることよ。この解体は心のレベルで、時間の外で行われ、時間を変える代わりに、 崩壊させるのいつか僕が映画を見に行った時許しのレッスンは「すでに許しを実践していたから必要がなくなって違う時間に無事に家に帰った時のように」だね。その通りあ,なたって幸運な人あら待ってよこの表現はセックスについて話し合う時のためにとっておこうと思ってたのにさて時間が足りなくなる前に何かまだ質問がある あるよ。人によってはリンネによって魂が進化していくと考えてるよねそうなの考えてごらんなさいよゲイリーあなたの魂はすでに完璧なの。でなければ魂じゃないわ人は別のものを魂と勘違いしているあなたの心とかね人は心や体の形をした幽霊みたいなイメージを含む心の投影を 魂と勘違いするのね。進化とは形のレベルで起こることでただの夢に過ぎません。あなたの心が許しのレッスンを全て学び終えれば目覚めてスピリットあるいは魂になり天国を除く他のすべては消えてしまいます。ほとんどの人は魂を個別的なものだと考えている。自分自身をことしか考えられないからよ。その間違った信念が消えれば 本当はたった一つの魂しかないことがわかるわ。それがスピリットとしての限りない一体なのよ。輪廻転生もただの夢そう。でも今まで説明してきたように、それが起こるように見えるから起こっているかのように話しているのよ。あなたの夢の人生が終われば、体から離れて別の冒険に入っていく自分が見えるけど、本当はどこにも行くわけじゃない。 ただ心の投影を見ているだけあるいは今までたびたび例えたように映画を見ているだけなのわかったそれじゃあ次の質問なんだけどこれを聞くとあんた方を信用していないように思われるかもしれないでもそうじゃないんだからねただ不思議に思うんだよあんたは悟りに達した後十11年体にとどまったと言ったよねでもコースには 体は悟りに達した存在を支えられないと書いてあるんだ常に神とコミュニケーションしていたらもう体は長く維持できないしこの世界での仕事は完了したんだからもういなくなるんじゃないかな11年って悟りの後もここに存在し続けるにはちょっと長すぎる気がするんだけど答える前にちょっと注意しておくわコースの細部にこだわってほじくり返さないこと。 コースの教えの細かい部分については、もっと大きな許しの教えに照らして考えなくてはいけないの。私が11年もこの世に、夢の中に留まったのは、アーテンを助けるためよ。いわば片足をドアに突っ込んでおいて、彼と一緒にいられるようにし、彼が永遠に私と共にいられるように助けたの。体が長く維持できないと言っても、ジェイだって明らかに悟りに達した後、 数年間人々をを指導したことを忘れないで。完全に神と一つになった後に体を維持するのは不可能だけどその中間ってものがあるのよコースではボーダーランドと言っているところこの世界にいるように見えながら人を助ける仕事ができて同時に悟りも経験できる許しの場なのよコースが本当の世界とも呼んでいるところのことそうよ信頼をなくさないでくれてありがとう。 でも、前にも言ったように、私たち個人への信頼は本質的なことじゃないけどね。あなたが私たちを信頼しようがしまいが、あなたはいつも精霊を信じることができる。コースにある神の教師の10の特徴、覚えてる覚えてるさ。神の教師は、信頼され、忠実で、人を助け、友好的で、礼儀正しく、親切で。あ、ちょっと待ってくれないか僕は昔、 ボーイスカートだだったんだよでももちろん今は違うわね。私が強調したい特徴は、信頼できるってこと。コースにはあなたの教師についてこう書いてあるでしょ。精霊は時間を理解し、それを無時間に照らして再解釈しなくてはならない。彼は対立を通じて働きかけなければならない。なぜなら、彼は対立の中の心と共にいて、 そのために働きかけなければならないから。修正して学ぶこと。開かれた姿勢で学びなさい。あなたは真実を作ることはできないが、真実はあなたを自由にする。あなたはまだ永遠を完全に経験することはできないから、奇跡、あるいは真の許しという行為が必要なのよ。その中であなたは自分自身に与えるために、兄弟姉妹たちに与え、 信頼する存在、つまり精霊によって癒されるんです。コースにはこうあるわね。時間の中では与えることが最初に来るが、永遠の中では同時であり、分けることはできない。両者が同じであることを学んだら、時間の必要はなくなる。永遠は一時であり、その唯一の次元は常にである。 我々の議論のまとめとしてコースではこんなふうに教えている「時間と永遠はどちらもあなた方の心にありあなたが永遠を再び獲得するための手段として時間を受け止めるまで両者はぶつかり合う」「そのための一番手っ取り早い方法は世界が強調してきたようなごく普通の方法を使うことだろうな」例えばコースはそういうアプローチについて質問の形で教えている。 心理セラピストのように闇を分析して光を見つけられるだろうか。あるいは心学者のように自分自身の闇を認め、遠い光にその遠さを強調しつつ闇を消してくれと求めることで光を見つけられるだろうか。うまいこと言うな。コースの発売元に熱烈なファンレターを書かなくちゃ。我々が引用した時間に関する言葉を思い出してごらん。あの言葉は 噛みしめれば噛みしめるほど意味が深くなっていくはずだ。パーサと私はいずれコースを読んだ後、J に「君の勇士は槍をも震撼させる」。「シェイクサスピアー」というつもりだけどね。それというのも、シェイクスピアの作品を書いたのは伯爵で、彼の家紋は槍を振るう獅子だったんだよ。人々は宮廷で乾杯するとき、彼の一族に敬意を表するためによく、 君の勇士は槍を震撼させると言ったのさだがエリザベス1世は彼女は政治の天才でとても支配的だった彼に作品に名前を冠してはならないと命じたその頃は芝居というものは社会的に貶としめられていたからね特に喜劇は真面目な文学とは見なされず貴族が関わるものではなかったそれは面白いやシェイクスピアが真面目な文学じゃないなんて 幻想の時間は変わるんだよ。シェイクスピアいや17代オックスフォード伯爵エドワード・デ・ビアも時代を変えるのに貢献したシェイクスピアは一人さ印象的な支配階級とされる死んだ白人男性たちの一人ではあるけどね女王は執筆まで完全に禁じたわけじゃなかったが彼は自分の名前を出すわけにはいかなかったところで当時ウィリアム・シェイクスピアという名前の俳優がいたんだな デヴィアはそのことを知って、うますぎるほどの偶然だと考えた。デヴィアの方には、乾杯の温度で引き合いに出される家紋、槍を振るう獅子、A Lion Shaking a Spear があり、こっちには芝居の世界の人間で、シェイクスピアという男がいる。そこで伯爵は、ウィリアムと契約を結び、俳優に作者の役を演じさせて、彼の名前で作品を世に出すことにした。これは、 自分の名前は隠したままで作品に光を当てるうまい方法だったこの計画は大成功だったシェイクスピアは大した報酬をもらわなかったし作品の多くがまとめて刊行されたのはシェイクスピアという名の俳優が世を去ったあとだったがね多くの人がコースの文体と美しさはシェイクスピアの作品を思わせると指摘しているだから我々はふざけて J に「 君の勇姿はやりようも震撼させるシェイクサスピアっていうんだよ。へえ、しゃれてるんだな。あんた方って本当に面白いよ。うん。それじゃあ面白がってもらおう。ジェイも面白かったよ。シェイクスピアもそうだった。時間というトリックを深刻に考えない方がいい。君たちが過去だと考えているものはたった今起こっている幻想の出来事だし、未来もたった今起こっているんだが、 君の心がそのイメージを細かく分割して時間のように見せかけているんだよだが全ては一瞬に起こりすでに終わっているエゴがどんなトリックを投げかけてきてもただ許して放っておきなさいコースは判断を捨てろと教えているね判断という夢が押しのけられたとき時間はどこにあるのだろうか要するにコースは全ての時間が 実際は一瞬の中に凝縮されててていいる、って言っているっっ言んだね。膨大な幻想も一瞬に起こったがでも本当は起こっていないししかも実際にはもう終わっている分離という考えと分離を象徴する全ての考えは即座に精霊によって修正されたんだけど僕たちは心の中でまるで亡霊のような分離という台本のテープを何度も繰り返し再生しているいつか僕たちが完全に精霊の修正を受け入れて 時間が溶解し、僕たちが神のもとに戻るまではね。そう、分かってるじゃないか。その脱出の道が真の赦しなんだよ。すると、時間がすべての傷を癒すのではなく、許しがすべての時を癒すんだ。悪くないぞ、メッセンジャー仲間よ。君の勇士は槍をも震撼させる。シェイクサスピアと言ってあげよう。